指令員9S に出撃命令。出撃するか。レジスタンスキャンプ付近の 2B を支援せよ。 2B 姉さんね。詳細状況。おお、なんかすれ違ったけど。暴走した機械生命体が大量に出現。おお、そんな敵は弱体化したはずじゃ。あ、そうなの。原因は不明。弱体化とかしたの。大型兵器も確認されているため速やかな対処が望まれる。おお、まあとりあえず助けに行こうぜ 2B 姉さん。でこの後もイブと戦ってエンディングだったよな、1周目だと。よし行こう。はっ、なんかいる。え、ちょ、今の。お、いない。いや、もうまたなんかあったじゃん。あれ何なの、たまに映ってる女の子みたいな。1周目なかったよな。いや、なんかナインズも誰も反応しないのが。おい、地球すごい綺麗な地球。電波障害のため通信不可能。急がなきゃ。いや、めちゃくちゃ綺麗だけど、なんか人類滅んでる感じしないな。人類滅んでるからこそ綺麗になってるみたいなのあるかもしれないけどね。よし、ね、早速行こうぜ。お、着いたわ。ダイナミック到着。姉さん大丈夫ですか。大丈夫。いや、命中して。助けに来て逆に心配されてるからな、姉さん。俺は。デイブが出てくると。全部破壊してやる。でこの後もひたすらイブと戦い続ける感じだったよな。おら、減らない。あー、なんか回復すんだっけこいつ。あったな回復。周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。これナインズがハッキングするんじゃなかった。ハッキングしていって、ハッキングしてなんとかするんじゃなかったか。停止させてみる。おー、やってみよう。援護して。ハッキング、普通にハッキングしたいのこれ。あ、イベントとかじゃなくて普通に。よーし、ハッキング行け。オッケー、白い。お、ハッキング。おー、ちょ、中にいる。中にもイブがいる。おらー、ちょ、倒したいのか。防壁、防壁。あ、消えた。ん、あ、こっち進むのかな。あ、道があるわ。え、なにこれ、これがイブの中か。お、いる。おお、兄ちゃんのことばっかだなこいつ。どうして。いや、どうしてって、だから兄ちゃん自身がなんか死ぬような感じに仕向けたから。まあ八つ当たりっちゃ八つ当たりだけど、でもそのうちまあ何もしなくてもアダムは殺されてた感じあるよな、機械生命体だし。え、とりあえず倒したいの、倒せんのかな。あれ、いなくなった。ああ、もうどんどんひたすら奥に進む感じね。お、なんかブロックが。これ、ノイズが。巨大なメガネーターの崩壊。え？データ汚染の危険あり。データ汚染。ここまで来て、逃げるわけにはいかない。いや、ナイズ大丈夫か。いや、お前なんかアダムの時もなんか汚染されてたのに。兄ちゃんだけが、兄ちゃんといることだけが生きてる意味だった。めっちゃ悲しんでるじゃん。警告。ヨイマキタイ 9S の自我データの汚染を検知。汚染されてる。早急な退避と治療。そうか、少しこの時にね、オブジェクトコントロール機能を奪えれば。実際1周目の最後汚染されてたもんな、ナインズ。この時に汚染されたってことか、やっぱり。あ、何。あ、なんか家がある。あ、いるー。ねえ兄ちゃん。兄ちゃんもいるじゃん。戦うことは嫌いじゃないよ。なんで絶対長い机なんだ。兄ちゃんが傷つくのは嫌だよ。兄ちゃんがいなくなるのはもっと嫌だ。だから二人で、え、どこか静かな場所に。あ、そんな兄ちゃん、そんな平和的な思考だったんだイブって。おー、切れた。おー、ハッキングしてきたってことこれ。おー、姉さん、イブ、ナインズ来た。イバー、俺も参加したぜナインズ。姉さん切った。頑張れ姉さん、切れ味抜群。しっかり研いでおいた甲斐がありましたね。よっしゃった、白い。
姉さん。違う。いや、イブ。おお、刺した。いや、兄ちゃんが死んだから暴れただけで、そんな悪いやつじゃなかったのかもなっていう感じはあるな。やっつけた。ここまでは一緒なんだな、展開全部。てか最後まで一緒？もしかして。ここ、いや、アンドロイドって首絞めたら殺せるんだって。ちょっとなんかいる。え、二人いるんだけど。今度はえ、なんなのこの赤い女の子。え、ここまで来ると絶対なんかの伏線だな。え、見てる。え、なんかナインズと姉さんの行動を監視してんのかな。あれ、何、姉さん。あの、俺この後のさ、姉さんがさ、なんだっけ、なんか言うんだけど、それすごい引っかかった覚えがあるんだけど、一周目の時になんか言うんだよな、この後なんだっけ。なんか意味深なことを言ったような気がするんだけど。いつもこんな。あ、これいつもこんなって何？なんかすげえ意味深に感じたんだよね、俺。なんかすごい不自然な言葉っていうかね。あれ、これな、ナインズの記憶を機械生命体の中に移してたんだっけ、確か。まだ残ってるのか。これもさ、あの前ナインズが機械生命体のネットワークにアクセスしてたから、それがあったおかげでできたって感じなのかな。ちょっと待って、トゥービー。来た、ナインズ。これってさ、パーソナルデータを機械生命体側に残していたみたい。この後戻れたのかな。なんか気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。戻れないと困るよな。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れたらいいです。オタク特有の早口。よかった。いや、まあよかったな、ナインズ記憶失わなくて。まあ、ってことは夜派部隊とかもまだ覚えてるってことね。夜派計画だっけ、ナインズは。こうやってアダムとイブをめぐる最後の戦いは終わった。あ、これ前なかった。この戦いは戦局に大きな影響をもたらすだろう。うん、僕と 2B の戦いもこの後まだしばらく続くんだけど。あ、そうなんだ。それはまた別の話。じゃあ打ち切り漫画みたいな終わらせ方すんな。あー、終わったー。はい、というわけで、2週目のね、ナインズルートが終わりました。まあ、なんか本筋は変わらないけど、なんかちょこちょこ補足があったみたいな感じでしたね。あと、そう、2週目はちょっと意識してサブクエストをいっぱいやってみたんですけど、なんかサブクエストの中にも伏線っぽいのがいろいろあって、そう、これメインストーリーやってるだけだとね、あんまりわかんないなっていうようなことがね。夜派部隊の脱走とかもね。はい、というわけで続けてね、3週目やろうと思うんですけど、まあ、3週目はその辺の真相を明かされる感じになるらしいんで、うん、普通にどういうエンディングになるのか楽しみですね、これ。はい、じゃあというわけで、とりあえずナインズルートクリアということで、お疲れ様でした。お、あれ、なんか始まってる。お、姉さん。あれ、最初のやつじゃん、これ。最初の姉さんじゃん。え、回想ないこれ。なんか始まってる。
あ、動かせる。計画アイテム回収。は？アイテム回収。 9S の部屋へ行くって出てた。あー、行くの。あ、こんなスタッフホール中になんかあるんだ。へえ。あ、こんにちは。よくやってくれたな、2B。 いや、本当にありがとうございました。あー、そのエンディングの続きになってんのかな、これ。もしかして。あった、ナインズの部屋。お邪魔します。お、ナインズおる。あ、ナインズ戻れたの、元の体に。ああ、トゥビー、待ってたよ。ナインズ、どうしたの。これを渡しておく。え、なに。はあ、なんだトゥビー。なんでもない。え、気をつけて。予定されていた準備行動完了。指定されていた自室に配備された装備。ほう。え、これで終わり。あとは自室に行くの。オッケー。あ、てかシックスオーちゃんの部屋あるじゃん。お邪魔します。いる、シックスオーちゃん。あ、いないわ、不在だわ。え、てかナインズさ、絶対夜派計画のこと伝えようとしたんじゃないの、姉さん。なんかメール来た。あれ、あ、調べられないのかな。え、絶対夜派計画のこと教えようとしてやめたよな、ナインズ。暗くなった。予告。え、何。思い返せ。あ、故郷を奪われた苦しみを。司令官、我々は諦めはしない。え、なんか服着替えてるね。海を、空を、パスカル、大地を。あ、この子らいたな。どうなったんだろう。機械生命体に奪われた地球を取り戻す。あ、これ3周目の予告ってこと。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。え、なんかすげえ。人類に栄光あれ。栄光あれ。久しぶりに言ったの。はぁ、ニーアオートマタ。すげえ、予告入った。だいぶ違うっぽいね、3周目は。じゃあとりあえずセーブして、まあ、あの録画時間がまだ微妙なんで、このままじゃあ3周目始めますかね。よし、やるぞ。お、あ、あれ、背景変わってる。あのエミールのあそこになってるじゃん、月の涙のとこに。へえ、これあのクエストやったからかな、変わったの。じゃあロードで、一番上のやつね。はい、じゃあこれでプレイ。よーし、やるか。いよいよ最後の周回。いや、予告の感じ見るにすごそうだったな、3周目。めちゃくちゃ煽ってたよな。いや、まあなんかまだまだ続き、本当に続きって感じなんだね、1周目と2周目。敵ネットワーク機関ユニットであるアダムおよびイブの撃破が確認された。あ、やっぱり続きからなんだ。現在敵の指揮系統は一時的な混乱状態にある。なるほど。この好機を逃さず人類軍は機械生命体に対し総攻撃をかけることが決定された。総攻撃。無論我々夜派部隊も例外ではない。なんか来てる。思い返せ、司令官。故郷を奪われた苦しみを、我々は諦めはしない。てか予告で言ってたやつだな、これ。空を、大地を。割と冒頭のシーンだったな。おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。おお、あ、姉さん。本作戦の成功をもって、姉さんは部屋にいる。今ここでこの戦争を終わらせるのだ。なるほど。あ、もう最終決戦が始まるんだ。栄光あれ。栄光あれ。もうちょっとナインエルが一番元気じゃないですか、司令官。ねえ、ちょっと声量足りてないんじゃない、みんな。あ、で、あ、姉さんなんだ。三周目は、なるほど。いや、すげえ服だな、姉さん。はあ、なるほどね。もう機械生命体のボスがいなくなったから、もう総攻撃をかけるんだ。全力でサポートさせてもらうよ、健闘祈る。シックスオーちゃんは今回もシックスオーちゃんなのかな。司令部より各夜派部隊。よし、まあとりあえず出撃するか。地上に降下したら事前プログラムに従い作戦を自動遂行する。いやー、なんかもう最初からクライマックスって感じだな。3周目。あー、めっちゃいる夜派部隊。こんにちは。我々も行くか。そうですね。うん、五分を、うん、結構まだ残ってんだな、夜派部隊。よし、行こう。ナインズは行かないのかな。
まあいや、とりあえず行きますかね、さ。いや、このスーツなんか、なんかすげえ下半身のとこぴったりしてるの気になるわ。いや、まあ前の服よりはマシかな。うん。下着丸見えだったからな。2B に真実を告げることができないまま。あ、ナインズ。最後の大規模侵攻作戦が開始された。おう。だけど、僕はまだ知らなかった。この戦いの結末と僕たちの運命を。もうめっちゃ煽るじゃん。すごい大変なこと起こる。フラグ立てていくじゃん、この後。そうね、結局夜派計画のこと姉さん言わなかったな。ナインズ以上が命令です。理解できましたか。あ、ナインズいるじゃん、地球に。僕たちスキャナー部隊は総攻撃に備え、ほう、敵の防空システムをハッキングで麻痺させる。防空システム、よくできました。あ、ここからナインズ操作なんだ。子供扱いされてる。え、気のせいです。いや別にいいだろうが、子供扱いされんのはよ、ナインズ。お前大人になるとな、子供扱いされたくなるんだよ。防空システムを受信している機械生命体は今のうちに子供扱いされとく。高所にいるはずです。高所ね。ハッキング対象の機械生命体について、はい、大雑把な予測位置をマップに転送しました。ありがとうございます。ドゥアンオさん、さすが仕事ができる。この上、あ、これ、あ、普通に機械生命体じゃん。あー、こいつをとりあえず、はい、ハッキング。これでいいの。まだ何箇所かあるな。ハッキングに成功したみたいですね。はい、偉いですね。な、やっぱり子供扱いされてる。よろしくお願いします。いや、やります、全然。おい、ないぞ、お前何が不服なんだよ。マジで、マジでされとけって。子供扱いはされてるうちにさ、ねえ、トゥアンオさん。てか、トゥアンオさん、これ分かってやってるな。分かってナインズのことを子供扱いしてるな。いいな、お前。俺も子供扱いされてよ、マジで。なあ。なあ、怒んなって。あ、いるいるいる。あ、なんか降ってきてる。ん？こいつはなんだ？最初は、おお、めっちゃ突っ込んできた。危ない。高いところにいるぞ。しまった。え、何？一瞬爆発した、もしかして。え、命令はハッキングであって撃破ではありません。いや、ごめんなさい。再配備されるので意味がないからです。いや、その敵の視界の後ろからそーっと迫ってギュッとハッキングしてください。ギュッとね。わかりました。ギュッとハッキングって可愛いな。トゥーワンオさん、なんかどんどん可愛くなった。ギュッとハッキングってなんだ。いや、いいだろうが、お茶目だろうが、トゥーワンオさんのそこに引っかかってんじゃねえよ、てめえ。よし、オッケー、ハッキング成功。なるほど、こいつ自体が、はいはい、ハッキング対象だったんだな。順調なようですね。はい、順調です。褒めてください。他のスキャナー部隊員も総動員されています。あ、そうなんだ。私たちも遅れを取らないようにしなければ。遅れ、はい、遅れを取らないようにします。ナインズ以外にも来てるってことか。ナイン、何？戦闘中はなるべく当該エリアから離れてください。それじゃあ支援できませんけど。おい、なんだその不尊なもの言いは。戦闘向きではありません。マジクソガキだな。俺、心配してくれてるんですか。ふわおさんの前。いえ、戦場にいても足手まといなだけです。めっちゃ言うじゃん。ひどすぎる。今まで足手まといってほど弱くないけど。ない。あ、あれ、ハッキングできた。報告。あれ、目標の大型機械戦ちょっとどうすんのこれ。ちょっとトゥーワンオーさん、トゥーワンオーさん、これできないよ。機械生命体以外からのアクセスを拒否しているのを。機械生命体以外。まず小型の敵を乗っ取り、はあ、その敵を利用して大型の敵をハッキング。あ、そういうこと。多段でハッキングすればいい。え、めんどくさ。ほら、よーし、ハッキング成功。じゃあトゥアンさん、褒めて褒めて。できたよ、できましたよ。あと2カ所ですよ。だってイレブン S より 9S へ。あ、聞こえますか。いや、誰だてめえ。トゥアンを出せ。これ、こちらの担当分作業は全て終了。そちらどう。こっちもあと1つか。あ、別のスキャナーモデル。これ、あとバンカーに戻ったらデータ同期をしておいて。あ、なんでだよ、なんで俺がやんの。忘れてた。君の戦闘データが未納だから、スキャナーモデル全体がアップデートできないんです。あ、それが人に物を頼む態度かね。作戦が終了したら対応する。頼みましたよ。ナインズ、こいつ、いや、ナインズめちゃくちゃなんか真面目じゃん、他のスキャナーモデルの前では。とりあえず戻るか、元のナインズ。スキャナーモデルってもしかして全員クソガキみたいな性格なのかな、ナインズみたいな。そういう可能性はあるな、あいつの声色的に。よし、できた。これで分担は全部かな。ちょ、トゥーワンオさん、できましたよ、褒めて。じゃあ、おい、トゥーワンオさんと通信しろよ、ナインズ。
え、こいつマジ2ビートの合流地点を地図にマーク。ちょ、マジ通信しないじゃん、2-1-1さんと。え、え、いや、通信しろよ。通信して使わさいや、マジかよ。いや、2-1-1さんに偉いですねって言われたくて俺頑張ってたとこあんのに、今の。おい、ナインズ、お前が嫌なら俺にくれよ、2-1-1さん。9L の担当してくれよ。専属オペレーターにしてくれよな。ウィンウィンの関係じゃん、そしたら。ここ?あ、来てる。あ、あれ、姉さん乗ってるわけね。飛行ユニットか。はあ、いよいよ、戦闘が始まるってわけだな。いや、2-1-1さんともっと通信したかったな。何回も言いますけど。何回も言わせてもらおう。2Bさんの作戦開始地点は、廃墟都市の南西にあります。シックソーちゃん、久しぶり。現地で 9S さんと合流してください。了解了解。ナインズと合流ね。戦術戦で破損した武器も修復して搭載しておきました。お、マジでありがとう。すでに全体の作戦が始まっていますので気をつけてくださいね。分かった、ありがとう。いやー、まあシックソーちゃんはめっちゃいい子なんだけど、やっぱ2-1-1さんの方が俺好きやな。月面人類会議。お、地上で奮戦しているアンドロイド諸君。人類会議じゃん。え、これ、これダミーなんだよね。でも敵ネットワークユニットアダムおよびイブを撃破。これは新しい録音ってことか。この勝利は地球奪還に向けての大きな一歩だ。でも 2B 姉さん気づいてないんだよな。我々月面の人類喜びの声に満ちて。いや、嘘丸出し。今後のさらなる諸君らの健闘に期待する。はあ、なるほどね。栄光あれ、栄光あれ。いや、と言いつつ栄光はすでになかったんだな、本当は。ほら、よし、片付けた。あー、今ので最後か。なるほど。よーし、行きましょう、トゥビネさん。お、到着した。すっちゃ。いや、誰ってなるけどな。ナインズはこの格好で来てんの知ってんのかな。いや、見分けつかなくね。あ、もうすでに合流している。トゥビ、状況は。ちょ、福井何も言わないもん。先行部隊はすでに交戦中。何も言わないじゃん。僕たちの役割は先行部隊の状況に合わせて援護する遊撃部隊。ほう、遊撃部隊。先行部隊が交戦している場所をマップに転送しました。オッケー、援護に向かいましょう。援護に向かう、なるほどね。ちょ、マップ出して。おう、マップ出た。はいはい、あの赤マークのとこ行って援護すればいいのか。了解。よし、久しぶりの 2B 姉さんだな。いや、なんか見た目全然 2B 姉さんっぽくないけど。こちら 4B 天候攻撃部隊アルファ隊長。敵の攻撃に手を焼いている。ああ、巻きそうになってんの。遊撃部隊任せとけ、助けてやるよ。了解。おら、よし。いや、久しぶりの、いや、姉さん、いや、やっぱ姉さんいいな。いや、ナインズなハッキングもクソ強いんだけどさ、ハッキングにちょっと飽きてきたところだったから。久しぶりの姉さん、いてー。ちょ、ダメージでかマジか。ちょっと待ってよ、ちょっと一旦距離を取って、回復、回復薬を飲んでください。クービネーさん、よいしょー。てめえ、こんなはずれ。よし、よし。あ、フレンドリーファイヤー、すいません。僕たちは次の部隊の援護に向かいます。おー、行くか。私たちもそちらに同行し援護しよう。あ、マジで同行してくれんの。あ、ほんとだ、ついてきてる。ゾロゾロと。クービーさん、新たな敵の出現を確認しました。あ、シクソーちゃん、部隊オメガが衝撃を受け苦戦中です。部隊オメガ、いろいろ来てんだ。了解、任せとけ。苦戦して、いや、大変だな、トゥービーネさん。一番走り回ってないか。あそこね、あの赤色のとこね。トゥービーが来たぞ、百戦錬磨のトゥービーが。どこ敵、あ、いた、めっちゃいる。部隊オメガを援護する。オッケー、こいつらを、おら、倒せばいいってことだな、今度は。よいしょ、オッケー。いや、てかレベル20ってな。仲間がみんなレベル20だ。お前らもうちょっと鍛えてこいよ、夜ハブタ。姉さんたちは強すぎるだけなの。よいしょ、あ、倒した、全員倒した。いや、まだいるじゃねえか。なんか遠くにめっちゃいるわ。おら、あ、なんだ、あ、なんかゲージが、え、何音。おお、何それ、なんか首ポンなってる。え、なになに、あ、あ、なんか出た。あ、姉さんたちが、ナインズ、お前なんでそんなとこにいるんだ。大丈夫、え、姉さん、至近距離からの EMP 攻撃、出た EMP 攻撃、再起動、えのき松茸パワー、援護する。ちょ、ナインズで、とりあえずナインズで片付けるか。うお、
っと、なんかハッキング成功したけど、なんか食らってる。視覚センサー以上何これ。わあ、なんかモザイクになってる敵が。あ、これが EMP 攻撃か。初めて食らった。おお、次から次へと。いやでもまあ一応戦いはできるな。トゥビーを助けないと。おお、助けよう。頑張れナイズ。うーん、よっしゃー。いやマジハッキング魔王だわ俺。よし、全滅させたか。いやナイズマジ強えな。他の夜羽部隊より普通に強いんじゃないか、スキャナーモデルだけど。あ、それトゥビー姉さんよくわかったな。なんか信号とかで区別してんのかな。あ、ズボンのとこそんな感じだ。あ、ズボン履いてたんだね、ちゃんとね。ぴったりタイツかと思った。え、あれ攻撃ウイルス、ウイルス、え、ウイルス感染したの。あ、姉さん大丈夫ですか。え、ちょ、治療できないの。ナインズ、お前いつものハッキングで、無敵のハッキングで何とかしてくださいよ。さっきの EMP 攻撃がトリガー。え、あ、ハッキングできるぞ。あ、姉さんのこれで、よし、これでどう姉さん。他の部隊も、あ、ムービー入った。トゥビー大丈夫。あ、大丈夫だったの。いやマジ何でもできんな、ないんぞお前優秀すぎる。え、なんだあれ。お、払いだ。あー、感染している。え、じゃナインズ、ハッキングは？されて、あ、乗っ取られてる。乗っ取られてる。そんな、あ、攻撃できない。攻撃機能が動かない。あ、仲間だから。部隊の識別信号だ。え、どうする？僕が 2B をハッキングして、うん、識別回路を焼き。あ、そんなんできんの？お願い。いやお前マジ何でもできんな。ナインズいてよかった。よし、とりあえず姉さんをハッキングする。おお、オッケー。よし、壊し。識別信号機能停止。お、機能が停止した。これで姉さんが、おっと、あ、姉さん視点変わった。状況はいはい、あ、攻撃できるようになった。いやでもこれ攻撃していいのか、仲間だろ。生命体による妨害電波を感知。妨害電波、あ、通信ができない。2Bどうする。妨害電波を出している個体をマークした。お、分かった。マジか、ナインズ優秀。情報を入手。お、危ね。マップにマーク。ちょ、早く早くマップに。あっちか、なるほど。ジャミング敵を破壊する、了解。いや、あの 2-1-O さんから連絡来なかったの、なんかめっちゃ笑ってるで。おい、もしかしてこのジャミングされてたからなのかな。いや、ごめんな 2-1-O さん出せとか言ってそういう理由があったんだ。よし、もうちょい。オッケー、さすが姉さん。ジャミングは解除されたはず。これで通信できる。司令部に通信、状況報告と救援要請。おお、司令部。あれ、通信が、なんで通信ロスト、司令部に接続できず。なんでだ。まだジャミングが。通信環境は良好。え、ジャミングされてるわけじゃない。接続認証の失敗によるもの。え、ないそれ。現在司令部の通信機能は完全に沈黙。え、一体何が。司令部でも何か起きてんのこれ、同時に。え、ちょ、どういうこと。え、でも敵ってもう機械生命体しかいないの。考えがある。お、ナインズ、お前バンカーには非常用のバックドアがあるから、うん、そこから僕と 2B のパーソナルログデータを全部アップロードして。いや、何言ってんのか全然わからん。どういうこと。ここをブラックボックス反応で吹き飛ばす。ブラックボックス、あ、わかった。ちょ、また自爆すんの。マジか。あ、じゃあいいのか、こいつら倒しても。 50% 完了。ちょ、待てよ。オッケー、食い止める。お、ナインエス、まだ。いや、めちゃくちゃ早いってね、さめちゃくちゃ早くやってくれてるよ、ナインズ。待て、いてブラックボックス、え、待って待って、どうやってやんの。あー、ムービー完了。お、やってる、ナインズ。おー、危ねえ。おー、え、ここは、あ、ここは力づくなんだ。ナインズ、そう、あ、え、どうすんの。あー、やっぱりそれくっつけるやつ。あー、これやるの2回目。おお、めちゃくちゃ乗っかられてる。あ、成功した。はあ、爆発した。いや、これヨルハ部隊全滅したんじゃない。じゃあ一緒に。